はい、ニュートライアンフです。5枚4、3。それでは、1組目のカードを使うんですが、好きなところでストップいただけますか。ストップ。はい、ここから使います。このカードね、まずは、皆さんに見てもらいたいと思います。このカードです。できるかな。はい、これからこのカードを1組の中に戻したいと思うんですけれども、どのように戻すかというと、ここに間に差し込みます。で、これから、そのカードですね、探すマジックをしたいんですが、まず少しカードをカットしましょうかって、カードを分けます。こうしてやってます。ここですね。そしてさらにカードを裏表で混ぜたいと思います。混ぜるときは一応確認のため、ね、カードを広げたいと思いますけども、この状態でカードを表と裏でここに揃えています。こうしてやるとカードが混ざっていることがしっかりと確認できると思うんですが、実際にどうでしょうか。はい、一応確認で見せます。こちら側が裏向きですね。見えますか。こちら側が表向きですね。フェアな状態ですね。これを差し込みます。こうしてやると混ざったことが分かると思うんですが、一応確認のためちゃんと押し込みます。こうしたですね。こうするとカードほら、表向きのカードもあれば裏向きのカードもありますね。この状態でカードを一回弾いてやると、全てのカードが一瞬のうちで裏向きに戻ります。そして1枚のカードが選んだカード、ハートのジャック。ただこれだけではなくて、このカード以外のカードが全て、こちら側が全部黒いカード、そしてこちら側が全て赤いカードに分かれます。